ミヤマインコは、超高インコ木曜ムカミヤマインコ族に分類される、蝶類。本種のみで、ミヤマインコ族を構成する。エクアドル、コロンビア、ペルー全長34から35センチメートル。目先は大色。上くちばしの基部から眼下部、ご首にかけて、黄色い筋模様が入る。胸部には、オレンジ色や黄色の反紋が入る。おばか面の色彩は赤い。 翼仮面の色彩は黄色がかる。目の周囲には羽毛がなく白い皮膚が露出する。黄彩は大色。くちばしの色彩は黄身を帯びた開白色。光子の色彩は灰色。主に標高2400から3400メートルにある雲ぎりや森林限界付近の低木林に生息する。植物を求めて放浪すると考えられている。地域によっては夜間に 標高の低い場所へ移動する。個体群もいる。20倍以下の群れを形成して生活する。果実、種子などを食べる。繁殖様式は乱生。ヤシの枯れ木にある軌道を巣にした例がある。健在目的の森林伐採や、花放木による生息地の破壊、狩猟、害鳥としての駆除などにより、生息数は減少している。1981年にインコ目単位で、 ワシントン条約付属書き通に掲載された。ありがとうございます。